美女と野獣は2017年に制作されたアメリカ合衆国の映画。フランスの民話美女と野獣に基づき1991年に制作されたディズニーの長編アニメーション映画作品美女と野獣の実写リメイク作品である。ディズニーアニメの実写化作品としては初めてディズニー自らが制作や配給を担ったロココ時代のフランス。 傲慢な王子が主催する舞踏会に一人の小敷が現れて嵐で道に迷ったので一晩止めてほしいと頼み込み一輪のバラを差し出す。王子は小敷の醜さをあざけ笑い申し出を拒否したため小敷は魔女の正体を表し王子と家来たちに呪いをかける。王子は醜い野獣に姿を変えられ家来たちは家具に姿を変えられた。魔女は王子に対し バラの花びらがすべて落ちるまでに、愛し愛されることを学ばなければ、呪いは永遠に解けないと付けを後にし、人々から王子たちの記憶を消し去ってしまう。数年後、城の近くにあるビルヌーブ村では、父モウリスと共に暮らすベルという女性がいた。彼女は物語を読みふけり冒険を夢見る教養ある女性だったが、村の人々は彼女の教養を理解せずキーの目で見ていた。 そんなベルに一目惚れした村の英雄、ガストンは男らしさを見せつけて求婚するが、彼の下品さや乱暴さを嫌っている彼女は、求婚を断る。ガストンは、物恋のアガットを指さして、未婚のまま、父親が死んだら、生活する術がなくなり物恋になるしかなくなるぞと語りかけるが、ベルはそのまま彼を理解してしまう。翌朝、モーリスはオルゴールを売りに、パリに出かけるが、 森の中で道に迷ってしまう。狼に追われたモーリスは、森の中を逃げ回り、城にたどり着き一休みするが、シャベルティーカップを見て、驚き城を飛び出す。そのサイベルからバラを土産に頼まれていたことを思い出したモーリスは、庭にある一輪のバラを取ったところを城の種、野獣に見つかってしまい、彼に捕らえられ監禁されてしまう。 モーリスの愛はフィリップが彼を乗せずに戻ってきたのを見た。ベルは父の身に何かあったと感じ、フィリップに乗り村を飛び出す。城にたどり着いたベルは牢獄に捕らえられているモーリスと再会するが、父は城から逃げるようにベルに告げる。そこに野獣が現れ、モーリスがバラを盗んだ罪で終身刑になったことを告げる。ベルは身代わりに城に残る決意をし、 モーリスの代わりに牢獄に入った。野獣のケライルミエールは、ベルが呪いを解くための女性だと考え、コグスワースが引き止めるのを無視して、彼女を牢獄から出して遺失を与える。ルミエールたちはベルを晩餐会に誘うように野獣に提案し、野獣はその通りにするが、彼女が断ったため怒り出してしまう。その夜、ルミエールたちは、ベルのために豪華な晩餐会を開き、 彼女と交流するが、晩餐会が終わった後、ベルは立ち入りを禁じられていた西の塔に入ってしまう。ベルは野獣の居室でバラを見つけてを出そうとするが、野獣に見つかり追い出される。野獣の乱暴な振る舞いに耐えきれなくなったベルは、フィリップに乗り上を飛び出すが、途中で狼に見つかり襲われる。そこにベルを追いかけてきた野獣が現れ狼を追い払うが、野獣は狼に噛まれて負傷する。 傷ついた野獣を見かねたベルは家に帰るのをやめ、彼を連れて、城に戻り手当てを行う。その際にポット夫人から、ご主人様は、心優しい人だったが、母親の死後、厳格な父親に育てられて傲慢になってしまったと、野獣の追い立ちを聞かされ心を痛める。実は、ベルもまた幼い頃に母親を亡くしており、モーリスから詳しいことを聞き出そうとしても、 毎回言葉を濁されてしまい、もどかしく思っていたのだった。ベルは野獣の怪我が治った後も城に泊まり、野獣と交流する。野獣は魔女から送られた魔法の本をベルに見せ、魔法の力で彼女と共にパリの街に旅立つ。二人はパリの街にある小さな家に到着するが、そこはビルヌーブ村に移住する前にモーリスが住んでいた場所だった。部屋には医者が、 ペスト治療を行う際につけるマスクが置かれており、ベルは母親が生まれたばかりの自分を守るためにパリに残り死んだことを知る。互いの追い立ちを知った二人は次第に慕い合うようになっていく。一方、ビルヌーブ村に戻ったモーリスはベルを助けるために野獣の城に来てほしいと人々に訴えるが、誰も彼の話を信じようとはしなかった。しかし、 ベルとの結婚を認めさせる機会と考えたガストンは、相棒のルフーを連れてモーリスと共に城に向かうが、城への入り口が見つからずに、右往左往をするモーリスに対して、怒りをぶつけてしまう。慌ててはビル・ガストンだったが、モーリスはベルから聞かされていた以上に、彼の野蛮で傍若無人な態度に起こり、娘との結婚は、絶対に認めないと言い放つ。逆上したガストンはモーリスを殴り倒し、 森の中に放置して、狼に襲わせようとする。ガストンとルフーが立ち去った後、モーリスは、アガットに助け出され村に戻り、自分を置き去りにしたガストンを攻め立てる。しかし、ガストンは、村の人々に対して、物乞いの証言などは手にならないと反論し、モーリスを異常者扱いして、精神病院に隔離しようとする。ベルは、野獣とのダンスを楽しみ、野獣はルミエールたちに、 後押しされて、彼女に愛を告げようとするが、彼女が父親の身を案じていることを知り、魔法の鏡を使い村の様子を見せる。そこには、精神病院に送られようとしているモーリスが映って、おり、野獣は鏡を持たせて、ベルを送り出す。野獣はルミエールたちにベルを自由にしたことを伝え、呆然とする彼らに別れを告げる。 村に戻ったベルは鏡を取り出して野獣の姿を見せ、父が異常者ではないことを証明する。ベルは村の人々に野獣が心優しい存在だと語りかける姿を見たガストーンは彼女が野獣を愛していることを知って嫉妬し、村の人々を先導して野獣の城を襲おうとする。モーリスと共に馬車に捕らえられたベルだったが、野獣を助けるために協力して逃げ出し、 フィリップに乗って、城へと向かう。ルミエールたちは、家財道具のふりをして油断させ、村の人々を相手に戦い場から追い出すことに、成功するが、西の塔に入り込んだガストンは生きる希望を失い、息き承知する野獣に襲いかかる。ガストンに抵抗する気力すらなくしていた野獣は殺され、そうになるが、駆けつけたベルを見て、気力を取り戻し、ガストンを打ち倒す。 しかしバラの花びらが残り一つだけとなり城が崩壊を始めたため、ベルを助けようと塔から飛び移った際に背後からガストンに銃撃され重傷を負ってしまう。ガストンはとどめを刺そうとするが足場が崩落して転落死する。ベルは野獣を助けようとするものの彼はもはや手遅れであり、ベルへの愛情の言葉を残して生きえてしまった。そして野獣の死と同時に バラの花びらがすべて落ちてしまい、ルミエールたちも人格を失いただの家具になってしまう。野獣の遺体を前にベルは愛を告げるが、そこにアガットが現れて魔女の正体を表し、愛し愛されることを知った野獣の呪いを解く。すると、野獣やルミエールたちは生き返って元の姿に戻り、人々も失っていた王子の記憶を取り戻す。元に戻った王子は人々を招待して、 舞踏会を開催し、ベルと愛を確かめ合いながら、ダンスを踊るのであった。ディズニーは1994年に上演された、ミュージカル版美女と野獣の映画化を企画していたが、アランメンケンは2011年のインタビューで映画化が缶詰状態と述べていた。その後、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズは、アリス・イン・ワンダーランド、マレフィセント、シンデレラ、ジャングル・ブックなどの実写化作品を発表し、 美女と野獣のリメイク版の制作を進めた。2014年6月にビル・コンドンが監督に起用され、9月下旬にはスティーブン・チョボスキーがエヴァン・スピリオとポーロスの脚本を修正するために起用された。2015年1月にエマ・ワトソンが主演のベル役に起用されたことが発表された。ワトソンの起用はアラン・ホルンの使命であり、 彼女が出演したハリー・ポッターシリーズを手掛けていた。同年3月には、ダンス・ティーブンスとルーク・エヴァンスの起用が発表された。1994年のミュージカル版でベル役を演じたスーザン・イーガンは、ワトソンの起用に対して、完璧とコメントしている。また、アニメ版でベル役を演じたページ・オハラは、自身がワトソンに、歌のレッスンを行うことを提案した。 2015年5月18日にイングランドサリーにあるシェパートンスタジオで主要撮影が開始された。撮影は8月21日まで行われ、6日後に共同プロデューサーのジャック・モリッシーがクランクアップを報告した。1991年のアニメ版の音楽はファンから高い評価を得ており、ビル・コンドンが監督を引き受けたのもこの音楽に魅力を感じていたためと語っている。 コンドンはアニメ版は当時のディズニー作品の中では現代的でダークな内容だった。そのビジョンを取り入れて他の要素が作用するように根本的に改革する必要があったと述べている。コンドンはアニメ版のオリジナルだけを採用する予定だったが、後にメンケン、ハワード・アッシュマン、ティム・ライスの手掛けたミュージカル版の音楽も映画に取り入れ、ストレートかつ実写的で、 大規模なミュージカル映画にすることに決めた。彼らはオリジナル版の楽曲の他に新たに作詞、作曲した楽曲を取り入れた。メンケンはミュージカル版の楽曲は使用せず、新たにアリア、ジは永遠にデイズ・イン・ザ・サン・ヒザシを浴びて、密かな夢の4曲を映画のために作曲した。しかし、ミュージカル版で使用されたホームという楽曲のインストゥルメンタルだけは、 ベルが城に入る場面で使用されている。エンドクレジットで流れる主題歌にはアニメ映画版の主題歌、美女と野獣が使用され、アリアナ・グランデとジョン・レジェンドが歌っている。アニメ映画版で主題歌を歌ったセリーヌ・ディオンはエンドソングとして本作オリジナルの挿入歌、字は永遠にを歌っているが、彼女は夫のレネ・アンジェリルと死別した直後だったため、参加を迷っていたという。 ディオンは1991年の美女と野獣への参加はマネージャーだった夫が決めました。今、私は自分の意思でこの作品への参加を決めましたが、それは難しい決断でした。私はすぐにイエスということができずにいましたと語っている。また、ジョシュ・グローバンが2017年1月26日に密かな夢を担当することが発表された。 2017年4月21日に全国773スクリーンで封切られ、初日2日間で動員数72万9114人、興行収入10億6536万2800円を記録し、週末映画ランキングでは初登場1位となった。これは、アナと雪の女王を上回る記録である。その後、ランキングで公開以来7週連続首位となり、 興業収入は公開42日目で100億円を突破し、さらに iMAX の上映も6月17日より2週間限定で全国27の劇場で上映されることが決定した。最終的な興業収入は124億円となり、2017年の映画興業成績で第1位となったほか、これまでに日本国内で公開されたミュージカル映画で、 歴代1位となるヒットを記録している。本作には同性愛者のキャラクターとしてルフーが登場することから物議を醸している。ロシアでは同性愛別紙の発言を続けてきた会員議員ビタリー・ミロノフが同性愛の宣伝に当たると非難し文化省ウラジーミル・メジンスキーに上映禁止を要求した。2017年3月7日。 ロシア文化省報道官は本作を16歳以上の年齢制限付きで公開すると発表した。アメリカ合衆国でもアラバマ州ヘナガーにある映画館が同性愛の内容が含まれるという理由で本作を上映しないと Facebook で表明した。マレーシアでは同性愛を描いたシーンを検閲当局がカットしたことが明らかとなった。このためディズニーは2017年3月14日、 マレーシアでの本作の公開を無期限で見送ると発表した。後に13歳未満が干渉する場合には保護者の同意を必要とする P13 作品に指定した上でカットや修正を行わずオリジナルのまま公開することが決まった。ありがとうございます。